こんにちは。レアルステート清塚店の浅田です。本日はこの酵素ドリンクを使ったドレッシングを紹介していくんですけれども、もう30秒ぐらいでできちゃうので、とっても早口で紹介したいと思います。皆さんついてきてくださいね。このハーブザイムには3つの味があるんですけれども、今から秋冬にかけては温活していただきたいので、私はジンジャーのオレンジ色のボトルの味をおすすめしております。ただ今年の夏とても暑かったですよね。もう紫外線をたくさん浴びてしまったお肌にはこのオラックスを使ってベリー系がたくさん入っているので、お肌のケアをしっかりしたいと思います。私も今年たくさん日を浴びてしまったので、今日はこちらを使っていきます。では早速作っていきます。はい、それでは材料です。醤油とレモン汁、こちらはかぼすに代用しても大丈夫です。それからアマニ油です。アマニ油ですね、血液サラサラになります。あと最後に酵素ドリンクです。こちらはお好きな味をご用意してください。そして材料を混ぜ合わせていきます。まず醤油小さじ2分の1くらいです。私 B 型で少し大雑把なところがあるので多めに見てください。醤油こぼしました。そしてレモン汁も小さじ2分の1なんですけれども、ちょっと入れすぎました。ビタミン C たっぷりなので OK です。アマニ油は小さじ1と2分の1入れていきます。ちなみにビタミン C には、美肌作用もあるんですけれども、抗酸化作用もございますので、とてもおすすめです。そして最後にハーブザイムは小さじ1と2分の1入れていきます。この量でだいたい大盛りのサラダ1人前になりますので、もう少し量を少なくすると1人前、普通の1人前ぐらいになると思います。そしてアマニ油は油になりますので、しっかりと混ぜ合わせておかけてお召し上がりくださいませ。でこちらで完成です。すぐできました。30秒ぐらいでできましたよ。はい、サラダにかけて食べていきます。隣にあるのはタンパク質を取るためにささみもつけました。それでは食べていきます。前掛けをかけまして、制服が汚れないようにしておりまして、かけていきます。ここからは早送りでお願いいたします。食レポ初体験だったので、ちょっとグダグダでしたので、あと巻き巻きでお願いいたします。多めに見てください。はい、ということでとっても美味しかったです。レモン汁はちょっと多すぎたんですけれども、結構さっぱりしていて食べやすかったです。トマトにかけてマリネみたいな感じで食べても美味しいと思います。市販のドレッシングだと人工甘味料や食品添加物がたくさん含まれていることが多いんですけれども、そういうのを消化するのに酵素ってたくさん使われるんですね。生野菜から酵素をしっかりとっていても、ドレッシングを消化するのにその酵素が使われるのはとってももったいなくないですか。ですので皆様もできるだけ自然由来のものを使ってドレッシングを作っていただいて、その取った酵素を次は脂肪を燃焼する酵素に使ってあげれるようにぜひ工夫してみてくださいませ。他にもこの酵素ドリンクを使ったおすすめのアレンジレシピや自己流の飲み方などございましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいませ。次回も私はこの炭治郎と一緒にホームケアをお伝えさせていただきます。レアルステートでは動画を毎日更新しておりますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちくださいませ。バイバーイ。